本能寺の戦いで明智光秀は紅蓮の炎の中に消えた。その報告を聞いた濃姫は妖魔の軍勢を迎え撃つために設置した兵器、本能寺に残されていたのがその時の火薬であるならば、本能寺に置かれていた火薬なら単純な頭で羨ましいわ。以前の歴史で火薬が本能寺に戻されたのは、まずはその邪魔者を排除する必要がある。その任務自分が引き受けましょう。任せておけ。さあ行こうぜ。この戦いで届かなかったから、あれが光秀を地獄に落とすの。何が出るよ。まあいいわ、手駒も増えたことだし変えてみましょう。ミイラの私の記憶が確かなら、火薬の輸送隊は北西から現れたはず。西砦と北西砦の敵が邪魔に片付けておきましょう。片付けちまうぜ。すべき手当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将討ち取った。侵入拠点が封鎖されているのね。あれじゃ輸送隊が来られないわ。この砦は五右衛門様がいただいて。まずまずの武勇。おお、やるじゃねえか。さあ砦は制圧したぜ。
ごと噛み砕いてくれよ。うわっ、いくらでもあるよ。兵器を使って敵を蹂躙しましょう。派手に行こうぜ。カリオール、これぐらいにしといてやるぜ。冷める戦ぶり、お見事。骨ごと噛み砕いてくれよ。これぐらいにしといて。敵将信長が召した。はいはい、これぐらいにしといて。開幕だ。あれ、
れが敵の総大将ね。そろそろ終わりにしましょう。おお、俺に任せとけよ。でも無傷でいられるでしょう。しゃあ、早速本能寺に戻ろうぜ。いや、そうかいそうかい。派手にぶっ放すのは君。こんだけ暴れりゃ、もう火薬は残ってねえだろう。さあ、本能寺に戻ろうぜ。すげえ。任務成功だな。